それじゃあ私は今日出かけなくちゃいけないから支度するわね。今日の味方のお仕事は休むことなの。今から自由時間でいいわよ。出かけてたんじゃないの？まあそうだったの。それじゃあ一緒に来る？で、ちょっとイレシパクルへ贈り物をしようと思って。だけど今日はお仕事しちゃダメだからね。うん、その息よ。それは味方も着られないぐらいの子供用の衣類が入っているのよ。ええ、私とリムルルの思い出がたくさん詰まっている服よ。服は着てもらっているのが一番幸せよ。喜んだ顔が見られるなら私も幸せ。こんにちは。おやおや、味方にな、コルル。どうかしたのかい？どうかしたのかって決まっておるじゃろ。ウババに会いに来たんじゃよ。そうたま、ウババに会いたくて来たに違いないな。そうか？私はそんなに魅力的か？わざわざ会いたくなるくらいに。もちろんじゃ。
白いね、おかないね。誰が珍獣じゃ、こら、にゃー、珍獣が暴れ出したぞい。領有会の皆さん、けだものば捕獲してたもれ。ナコルルのためにわしが作った服ではないか。お、これはわしが作った上着じゃな。懐かしいの。またこの服に巡り合うとは、数奇な運命じゃ。ほとんど使えるようじゃな。だがボロボロのやつもあるぞ。ほんとじゃ、いくらなんでもこれは着せられんの。あら、そんなものも混ざってたなんて。破れた革の着物はもはやどうにもならんが、植物でできたものは雑巾になるやもしれんな。使えんからといってすぐに捨てては、カムイのバチが当たるからの。これこれ、縫い仕事の時は近づいてはならん。危ないぞ。邪魔をするでない。これ抱きつくな。針が糸に通らんではないか。針に糸は絶対に通らんぞ。逆じゃ逆じゃ。これこれ、みんな、ナコルルとミカトがお前たちの相手をしてくれるそうじゃ。たーんと遊んでもらいなさい。かわいいなあ。あらら。
ちを寝かしつけましょう。それじゃあ早速。はい、みんな集まって。今からお昼寝の時間よ。わかったわ。それじゃあ私がお話をしてあげるわね。眠たくなったら寝てちょうだい。はい。それじゃあ始めるわね。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが。では気を取り直して、昔昔あるところにジャマロっていうおじいさんとリリプンっていう名前のおばあさんが。めでたしめでたし。半生はもちろん、フィリプンおばあさんとの馴れ初めまで語っちゃったわよ。もう話すことがないわ。たった今考えた想像の二人なの。結構面白かったでしょ。それじゃあ作戦変更。もうこうなったらとことんまで遊びましょう。そして全員遊び疲れさせて寝かしつけるの。ミカト、起きたの？寝ちゃっていたから運んできたのよ。リムルルは
まだ帰ってきてないのね。ちょっと早いけど、夕飯の支度をしましょう。そうね、お願いするわ。それはダメ。どうして？ナコルルさんちの味方をしていた方が楽ではないの？ミカト、どこへ行くの？そう、今日は誰と？え？マナリは隣村までお使いに行くって言ってたけど。ついていったわ。最近何も言わずに出て行ってしまう時があるでしょ。すごく心配になるのよ。怒ってるわけじゃないの。ただ味方が心配なの。山には危険もいっぱいあるし。悲しいなんてものじゃないわ。これからは遊びに行くときは一声かけてね。